強くなんてだけど
中止になっちゃって、それでね出られなくて、もう2ヶ月越しの再チャレンジということでようやく出られました。ありがとうございますね。たくさんの方が見てくださって、来てくださって、そして足止めてくださって、とても嬉しいです。ぜひね最後まで楽しんでいってください。で、次はですね、私ソロでも活動してるんですけど、東京の方でもアイドルユニットに入っておりまして、でそちらの曲をちょっとやろうと思うんですけど、なんか皆さんコールってできますか？できる人おらんのかーいおらんのかーいじゃあみんなでできるようになりましょう。本当はね、私がシャー行くぞって言ったら、タイガー、ファイヤー、サイバー、バイバー、ダイバーってやるのか、やる連作ジャージャーっていうねやつをするんですけど、初めての方は分かんない、覚えられないと思うので、タイガー、虎の英語版タイガーを6回言ってください。6回でいい、タイガー6回言ってみてください。ちょっとやってみてもいいですかね。いくよ、シャー行くぞ、タイガー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 ジャージャー、最後ジャージャーね、そうそう、これ大事、ジャージャーってください。で、できる人はちゃんとタイガーファイヤーってサイバーってやってくださいね。はい、じゃあこれできっと今ここのアリスガーデンに集まってるみんな、にわかアイドルオタクになれたはずでも最初そんなもんだよね。私すごいいろんなコールを覚えるとき全部最初タイガーから始めたんですよなので皆さんタイガータイガーでとにかくやってみてください。他にもね、手拍子しやすいところとかもあったり、静かなところはこれケチャって言うんですけど、もうこうやって捧げる感じでこうやって手をねわーってやるのがケチャって言うんですけど、できそうだったら皆さんもやってください。後ろの階段の人たちもよろしくお願いしますね。はい、イエーイ、ありがとうございます。それでは、ちょっとなんかラスト2曲っていうのはなんかあれだからどのくらい時間あるんだろう、もうちょっと時間あるかな。ちょっと告知させてください。先に歌おうかな、どっちか歌っちゃおう、みんな今コール練習したばっかりだもんね。はい、じゃあ歌います。皆さんコールできるかな。よし、信じてるからね。それでは聞いてください、好きな方程式。
名前だけでも覚えていてください。この後皆さんから見て右側の方で、グッズ販売も行っております。はい、そしてちょっとイベントの告知だけさせてください。12月15日来週の日曜日はですね、先ほどやりました好きの方程式っていう曲の持っているアイドキュレーションっていう私の入っているアイドルユニットの、セカンドワンマンライブがあります。ちょっと東京なんですけど新宿ジルコ東京来てください。で、その後12月の25日クリスマスイブは当日、クリスマス当日はマリーナホップの方で、サンタの、イベントがあります。なんか、ダンスショーっていうんですかね。はい、マリホで12月の25日、水族館のね大きいで一番大きい水槽の前でダンスショーがあります。とても素敵なので皆さん家族、ね、とかで皆さんお越しください。でもう一個、1月の11、2、33連休の日がありますよね。その日はですね、こちらまた東京なんですけど、上野の公園のところで瀬戸内フェスっていう広島を紹介するイベントに出てます。11日はソロ、11日ソロ土曜日で、12日の日曜日はアイドキュレーション、13日の月曜日祝日は大川の奇跡っていう私の入ってるユニット全部出てきてですね、3日間連続で楽しめますので2泊3日で東京に来ませんか。お待ちしております。はい、今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。I love you、 ありちゃんでした。素晴らしいですね。キュートで細くて最高でした。じゃあ、早めのクリスマスだったんだよって、はい、言うの忘れてました。クリスマスプレゼントを今日はね、お届けてくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。マイクをお預かりします。